午後1時です。時折強い日差しが照りつけて、温度計では10度が表示されています。午後3時過ぎに 13.9 度を観測した札幌。2月の気温としては観測史上最高を更新しました。この急な暖かさや雪解けに市民はまだ慣れていないようです。ちょっと体がついていかないというか、2月はやっぱり寒いものと思ってますから、こんなに暖かいなんて、なんかちょっと春みたいだなって思いました。だいぶ暖かくなって過ごしやすくなってきたかなとは思うんですが、転ばないように意識しながら歩いてるかなっていうふうに思います。日本の東側に高気圧があり、暖かい南風が流れ込んだ影響で、道内の気温は札幌を含む138の地点で観測史上最高を更新。広い範囲で4月から5月並みの暖かさとなりました。先週ガタガタ路面となっていた市内の住宅街では雪解けが一気に進み、道路一面がまるで川のように。ちょっと待って、もう抜けそうな。排水溝を探すため氷割りをする人も見られました。表面の氷が溶け、このように水浸しになっています。紋別市内のスケートリンクでは、まるで湖のようになっているところもあります。今日の道内で6月下旬並みの暖かさとなった紋別。このスケートリンクでは先週から続く暖かさで氷が溶け、営業を停止していました。昨年でいうと、2月末までは、こちらの方を運営している。いや、この暑さでリンクも溶けてまして、利用される方には大変ご迷惑をかけているということを感じてございます。営業再開のめどは立っていないということです。道民が困惑する一方、観光スポットは変わった光景になっています。最高気温 15.7度の小樽では、ノースリーブ姿で歩く人も。多くの人がソフトクリームを頬張ります。雪が舞う道内を期待していた観光客は、この暖かさに少し残念な様子です。いや、ちょっと予想外だなって感じで、本当はなんかやっぱり雪がちらつく小樽が良かったかなってちょっと思います。はい、最高気温 14.1 度となった網走では、陸から流氷を確認することができず、沖の方へ流れていました。沖の方はまだあったんですが、今日は昨日よりはちょっとやっぱり少なくなってましたね。暖かくなったんで。季節外れの暖かさとなった道内、明日は一転日本海側を中心に雪が降る予報となっていて、日中の気温も平年並みに戻るところが多くなりそうです。